ジャンボタニシの被害防止対策、被害撲滅に向けて。この動画ではジャンボタニシの防除対策の一つであるミナクチ網の設置の方法についてご紹介します。ジャンボタニシの防除対策には、周期の石灰窒素の散布、冬季の耕運、田植え時の薬剤散布、田植え後の浅水管理など季節ごとに有効な防除対策があります。これらを組み合わせて被害軽減に取り組みましょう。このうち今回はミナクチ網の設置の方法について具体的にご紹介します。ミナクチ網の設置は、取水口、排水口にネットや金網を設置し、水路で通したジャンボタニシの侵入を防止することが目的です。水田や水路で越冬した大型の貝は、移植直後の柔らかい苗を直接食害し、大きな被害を与えるため、特に 1.5cm 以上の大型の貝の侵入を防止することが重要です。取水口、排水口に 9mm 目合い程度のネットや金網を設置し、水路で越冬したジャンボタニシの侵入を防止しましょう。田植え前の入水時から移植後3週間までの設置が必要です。網の目は荒すぎると小さな貝がすり抜け、細かいと枯れ草などのゴミがたまりやすいことから 9mm 目合いが適当です。目詰まりは網を U 字状に設置すると軽減できます。またゴミよけとして外側に 2cm 目合い程度の網をつける方法もあります。ミナクチ網の設置に関するまとめです。取水口、排水口に 9mm 目合い程度のネットや金網を設置し、水路で越冬したジャンボタニシの侵入を防止しましょう。田植え前の入水時から移植後3週間までの設置が必要です。網の目は荒すぎると小さな貝がすり抜け、細かいと枯れ草などのゴミが余りやすいことから 9mm 目合いが適当です。目詰まりは網を U 字状に設置すると軽減できます。またゴミよけとして外側に 2cm 目合い程度の網をつける方法もあります。ミナクチ網の設置を行うにあたり注意する点は何ですか？水路で越冬したジャンボタニシの侵入を防止するため、取水口、排水口に 9mm 目合い程度のネットや金網を設置しましょう。水田や水路で越冬した大型の貝は、移植直後の柔らかい苗を直接食害し、大きな被害を与えるため、特に 1.5cm 以上の大型の貝の侵入を防止することが重要です。設置は田植え前の入水時から移植後3週間まで設置する必要があります。網の目詰まりは網を U 字状に設置する。ゴミよけとして外側に 2cm 目合い程度の網をつけるなどの方法により避けることができます。ジャンボタニシが発生している地域や圃場では被害ゼロを目指して、地域ぐるみでの防除対策に取り組みましょう。